逃げるなんて許さないわよ、メデューサ！そうすると、掃除と食事の用意が。でもあのままだったらお仕置きされて、結局できないし。はあ。私も、姉様みたいに可愛ければいいのに。姉様？どうしてこちらに？あら、ごめんなさいね、メデューサ。ちょうど遠乗りから帰ってきたばかりで、この子は疲れ切っています。私はともかく、あなたのように大きくて重たい乗り手は、もう乗せられないでしょうね。そんな、今日は朝から休ませてあげるって。島の外に出たいの？それなら泳いでいけばいいでしょ。あなたの肥えた体なら水によく浮きますもの。いいですか？持ち主として注意しますが、今日はこの子を使ってはいけません。え？だってその子は私がいただいて。困ったメドゥーサね。妹のものは姉のもの、姉のものは姉のものだと何度言えばわかるのでしょう。ほんとすぐ楽して私の天まで出かけようとするのはおやめなさい。悲しいわ、その物臭なところは。一体誰に似たのかしら。ああ、聞こえましたよ、メデューサ。仕方ありませんね。私も本意ではありませんが、妹が姉に背くとどうなるか体で教えて差し上げます。今度は何も言ってません。ごめんなさい。あら、私のところに戻ってくるなんて、姑息なあなたにしては殊勝な心がけね。下姉様。あら、私がメドゥーサを捕まえてくださったの？上姉様。